これが利益です、ね、で産休の場合のレジュメなんで産休ベースにしゃべりますけど、個人事業主の場合はね、この利益はいきなり資本金にいきますから、こうやっていきますから、いきなり、ね、はい、あの認定だったらね、これ繰越利益条件とかねなってきますけど、まあ産休の場合はね資本金にもできます、はい、だから100になってるわけですよね。で相手先はね、これは資本金ですから、まあ、ここは資本金とやりますし、相手出どころはね、これは損益ですから損益ともちろんやります、ね、でここのね部分が実は借り方損益100、貸し方資本金100という仕分けを切って転記されておったわけです。要はね、はい、この1本だけが資本振り返し分けていますから、ね、もちろんね赤字だったらこっち出ますよ。こっちね、例えばね、これが50ですけど、こっちが例えば、40だと、収益はね。そしたら10、10ってなりますからね。その場合はこれ全く逆の仕分けになりますから。それが赤字の場合ね。はい、でもう一つだけちょっと教えておくと、仕分けベースで考えてもね、これは分かりやすいです。ね、どういうことかというとね、今、収益の振り替えの時に損益が貸し合ってた。費用の振り替えの時に借り方に損益50出た。ということは、借り方に100書いてあげれば合いますからね。こういう発想でもちろんやってもらってもいいです。仕分けをして転記ってやってもらっても全部 OK です。はい。では次ね。今これやりました。資本振り替え。ね。はい。決算整理仕分け。損益振り替え仕分け。資本振り替え仕分け。すべて丸ですよね。丸。だから、帳簿上の手続きということで、仕分けを切って転記をやったんですよ。数字が動くっていうケースですからね。はい。では次。今度は、PL 項目の締め切りと BS 項目の締め切りをやります。はい。で、簿記の世界において、締め切りって何ですかって言ったら、借り方と貸し方の金額の合計を一致させるというのが締め切りなんですよ。ね、簿記の世界ではね。はい。従って、それにね、この当てはめてやりますけど、そうしますとね、今、収益項目ですからね、収益項目ね。だから、売上とね、費用を要するにやるわけですけど、売上とね、収益をちょっとすみません、今、鉛筆削ってますけど、まあ、ここら辺がね、ちょっと、大手さんと違うね、綺麗なパワーポイントですね、そういうので、できませんから、僕はね、ちょっとアナログでね、ちょっと鉛筆をこう削って今やってますけど、はい、じゃあすみません、はい、では話を戻して、言います。締め切りはね、左、右の合計、つまり借り方と貸し方の金額合計を一致させるって意味なんで、入ってあれば、この収益項目いきますよ。150、150一致してますよね。はい。だからこれは金額のところ20セッパーとかですかって。本当は赤で書くんですけど、日商の場合は、日本商工会議所のね、主催の検定の場合は、まあ、全県もそうですけど、赤使っちゃいますからね、ちょっと鉛筆だけでやります。20セッパーを引っ張ります。ね。で、次、はい、費用いきます。支払いリスクね、10-10で一致してますから20銭引っ張ってくる。ね。で、次、仕入れいきます。これも90-90で一致してますよね。しかし、2行2行なんで、この場合は、1本線をお互い引いてあげて、90ってやってですね。で、合わせてあげて、20銭引っ張ってくるわけです。ね。で、損益もね、収益項目で、損益項目ですからね。はい。従って、今回、締め切りますけど、40と10と100ですから、150、150で一致してますよね。はい。で、3行1行ですから、はい、従って3行の方は1本線引っ張って150ってやってあげますけど、右側の方はね、貸し方の方は1個しかないんで、この場合は勘定科目と金額の間から、ね、この真ん中の線に触らん程度に、こう、斜線を打つんですよ。ね。で、こうやってやります。で、20線を引っ張って終わりということですね。もちろん、日本商工会議所の場合は定規使いませんからね。だから、こう、締め切りってさせること多分ないでしょうけど、ね、一応念のため、喋っておきました。はい。で、今やったのが、この PL 項目の締め切りです。はい。じゃあ、BS 項目の締め切りはどうですかっていうと、はい。ただ、ちょっと現金から言いますよ。現金見ますとね、借り方と貸し方の金額合計一致してないんですよ。ね。だから、一致させるためには、1850とかかるんだ、別にね。はい。で、AB 式目標っていうのは、12月31日に、この時期繰り越しって書きます。時期繰り越し。で、合いますから20銭引っ張るんですけども、はい、通説は、すぐさま逆側に、はい、1月1日、前期繰り越しと。書きます。ね。はい。これが締め切りです。ね。他も一緒。売り書きも一緒です。
だから、こっちにね、200円で書かないと締め切りできませんから、合計しませんから、はい、12月31日、時期繰り越し。で、認証税払ったって、すぐさま客が。ね、まあ、ちょっと字は汚いですけどね、レジュメのね、ダウンロードをね、レジュメのね、購入をね、考えてる方はね、レジュメの方はきっちりとしてね、印刷されたやつをお渡ししますからね。大丈夫です。ちょっと眼科しに来ちゃいますね。500と。で、入手税。で、すぐさま客が。税金繰り越し。500と。ね。で、繰り越しを切っちゃいますか。はい、これ2行1行ですからね。はい、だからこの場合は、まあ、もちろんここに50と書くがありますけどね。まあ、90。90と。で、ここ時期繰り越し。で、すぐさま逆側に1月1日繰り越しと。50と。ね、いうことです。はい。で、あとは、借入金と資本金いきます。借入金は貸方ですね。だからこっちに1000円と書かないと、借方に1000円と書かないと合いませんから、12月31日に時期繰り越し。で、すぐさま逆側に1月1日に繰り越しと、ね、まあ、この作業はね、日商2級まで行く方はね、工業保険で非常に役立つので、3級の時からしっかりやってほしいんですけど、資本金です。はい、これは貸し方にね、1600ですから、まあ、借り方で1600買わないと合わないということで、12月31日、時期繰り越し。となります。はい。で、今回はね、2行1行ですから、ね、まあ、こっちは一本線引っ張って、1600円でいいんですけど、こっちは1行しかないですから、まあ、勘定科目じゃないですけど、一応時期繰り越しね、この時期繰り越しと金額の間から、この真ん中、一番端の項に触らん程度にね、まあ、斜めの斜線を打ってあげて、で、1600と書いてあげればいいわけです。で、すぐさま逆側に1月1日、前期繰り越しと。ね、やるわけです。はい。これがね、締め切りっていう作業なんですよ。締め切りね。はい。じゃあちょっとね、考えてほしいんですけど、今、仕分けしたでしょうか？してないですね。締め切り作業だけ。ね、時期繰り越しとか、金額20銭引っ張ったりとかしただけですからね。はい。じゃあ、帳簿外でやったでしょうか？つまり資産表、帳簿外でね、資産表、やったでしょうか？やってないですね。帳簿にちゃんとやってますから。はい。従って、僕は括弧でやってるんですけど、帳簿上、つまり、総勘定元帳簿です。に記入はするんだけども、書くだけです。記入はね、簿記の世界では、記入はするんだけども、転記はしないと。仕分け費で転記はしないと。ね。いうのが格好なんですよ、ね。まあ、これは僕が勝手に作ったちょっとマークですけどね。うん、まあ、僕はこんな感じで使ってます。はい。で、2級で行った時にね、実はね、これ大陸式簿記法っていうのをやるんですけど、大陸式簿記法は、まあ、この格好が丸になったりね、するだけだよっていうふうに僕は説明して終わりにするんですけどね。まあ、実は、その2級でね、まあ、僕自身は2年かかったんですけど、理解するまでね、その大陸式簿記法っていうのがなかなか理解できなくてね、それを一発で理解するための、まあ、工夫が実はこの括弧と丸と四角なんですよ。ね、うん、だから、まあ、僕のね、ちょっと2級のやつも見たいなっていう方はね、もしくは2級まで進みたいなっていう方はね、楽しみにしてください。一発でわかりますからね。はい。では、ちょっと話を戻しまして、次。今、ここまで終わりました。はい、ゴールです。このレジュメのゴールです。繰越算表の作成です。これは資格です。だから、帳簿外の手続きです。帳簿外。ね。僕の場合は、帳簿外を全部資格にしてます。帳簿上は全部丸にしてます。ね。で、点々点にしてます。帳簿外は。ね。帳簿上はこうでね。点々点じゃないです。まあ、実践ですね。はい。これもちゃんと区分けをしてます。ね。はい。で、繰越算表を作りますけども、この時にね、これものすごく大事なんですけど、イメージはこんな感じです。時期繰り越しを集める形でこれ作るんですけど、時期繰り越しね。はい。だから、ちょっと現金いきますよ。現金はね、今、はい、こうです。これです。時期繰り越し。